ただいま。何してんの？自分磨きに決まってんだろ。いや知らないけど。それ何？尻尾ローラーに決まってんだろ。いや知らないけど。逆に何なら知ってんだよ。今ネズミ界でこれ使ってないやつはいないんだよ。ほら見ろ、父ちゃんの尻尾細くなったろ。つうかうちらの尻尾もともと細いけどね。本当に効果あんの？それがあるんだよ。ほら見てみろよ。誰これ？双子ネズミインフルエンサーのグルとグロに決まってんだろ。グルとグロ、名前えぐね。つうか尻尾にくびれいないでしょ。いるんだよ。くびれはいくつあっても足りないって言うだろ。だいたいこれステマだろ。え、マジ照れるな。褒めてねえよ。ステマっていうのはステルスマーケティングの略。要はこれ広告ってこと。これが広告なわけないだろう。だってグルとグロが自分で使ってるんだから。ステルスの意味知ってる？あー、なんかイライラする。それはストレス。ステルスってのはこっそり隠れるっていう意味。ほらこの投稿もよーく見ると、ほんとだ、 PR って書いてあるね。どういう意味？ PR はまさに広告ってことだよ。マジか。今このステマが問題になってるんだよ。広告だと分かりにくいように投稿するようインフルエンサーに依頼する企業もあるんだって。嘘だ嘘だ、グルとグロがそんなことするわけがない。実際してるんだよ。まあ名前もグルだしね。お前にグルとグロの何が分かるんだよ。ステマしてるってことはよく分かってるよ。もちろん PR が全部ダメってわけじゃないんだけど、広告なのか個人の感想なのかはちゃんと区別しないとね。2023年の10月からステマ規制も厳しくなったし、グルとグロのこと信じてたのに。